皆さんこんにちは、大串です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品性単語という単語帳の中のチェックテスト3の6番の解説の動画となっております。問題を解いていない方もこの後すぐに問題を表示しますので、それを一緒に解いてから解説の方に移るようにしてください。ということで、いつも通り選択肢から見てどういう種類の問題なのか予測できるか見ていきます。そうすると A. While B. During the C. Within the D. Without と来ています。で、これを見たらまず接続詞と前置詞が並んでるなということに気づいてほしくてですね、まず A の While についてですが、これは接続詞ですね。で、後の B も C も D もこれらはすべて基本的には前置詞として使われます。で、まず一つだけが接続詞で、後が全部前置詞になってるわけですから、後ろに続く形次第では速攻で解ける問題になりますね。接続詞と前置詞、後ろにそれぞれどういう形を取るかということを確認すると、このようにですね、文頭が空欄で、その中に接続詞や前置詞を入れろという問題になった場合は、その空欄の後ろに SV と来ていて、さらにカンマがあって、またその後に SV という風に続く形が来た場合は、この左の SV と右の SV をつなぐ役割のものが来ないといけないので、この場合はですね、接続詞を入れることになります。で、空欄の後ろに SV ではなくて名詞が来てですね、で、カンマが来て、その後に SV という文構造が続いた場合は、名詞とセットでね、塊を作ることができる前置詞を置いてあげることになります。で、今回は検討しなくてもいいんですが、空欄があってカンマがあって、その後に SV が来た場合は、その位置には副詞になれるものが来るというふうに思ってください。ここまで押さえて空欄の後ろを見ると、空欄の後ろには I was in India と来てますから、 SV で、さらにその後ろ見ていくと、カンマの後ろに I visited the PLI headquarters ですから、SVO、 つまりまた SV というね、文構造が来てるわけです。ということで、空欄の後ろ SV、 カンマ SV という構造が来てますから、この形ですよね。答えとしてはもう品詞を考えるだけで、実は A while が答えになるというふうにわかります。while の意味としては、基本的にはなんとかの間にという意味ですから、私がインドにいる間にという塊でですね、意味を形成しているわけです。ちなみに A の while と B の during、 これはよくねセットで問題に出されやすいんですが、 during の方の意味もですね、なんとかの間にという意味にあります。しかし品詞が while の場合は接続詞、 during は前置詞ですから、 while は後ろに文を持ってくる SV 構造を持ってきて、 during の方が後ろに名詞をセットで使うというところが大きく異なります。で、これ一つ絶対覚えてほしいことなんですが、 during というのは前置詞ですから、後ろに ing 形を持ってこれるよねと思う方が大半だと思うんですが、実は during というのは後ろに ving を持ってくることができません。で、その代わりにですね、後ろに ing 形を置いて、なんとかしている間という意味で使うのが while なんですね。で、ここは結構ね、勘違いしやすいところなので注意をしてください。とにかく、なんとかしている間という意味で後ろに ing 形を持ってきたい場合は、 during ではなく while を使うと思っていただければ OK です。ということで、選択肢に戻ってまた意味を見ていくと、C の within というのは、ほにゃらら以内にという意味になります。また、without は、ほにゃららなしでという意味が基本になります。今回選択肢に出てきたものは全て重要なものなので、意味とね、品詞、主な品詞も含めてしっかり覚えておくようにしてください。で、今回は while が答えだったんですが、先ほどの while と during の使い分けのように、期間を表す表現というのは英語ではいろいろあるのでですね、他にもいくつか覚える必要があります。よく、なんとかの間にという意味でね、使い分けを求められるのが、during と for になります。ですから、その使い分けについて、ついでに見ておきましょう。期間を表す during と for ということで、まずは皆さんクイズです。during か for を入れてくださいということで、1番、I've lived here, blah blah, 3 years. 2番、I came up with an idea, blah blah, the meeting.
それぞれね、適切なものを入れてほしいんですが、皆さんわかるでしょうか？答えを言う前に、during と for の、まあ、それぞれの使い方について詳しく見ておきましょう。まず、これら二つの違いを抑える上で大事なのは、それぞれの語句を一体ね、どういう風なイメージで使っているのかということ。また、後ろに続く語の種類ということで、まあ、どういったものが後ろに来るのか、どういった語句が後ろに来るのかということを整理するということです。では、まあ、これらに気をつけて整理をしていきましょう。まず、during からですが、during というのは、いつやるかということを言いたいときに用いる表現です。つまり、when という疑問、いつという疑問にはっきりと答える言葉なんですね。つまり、もうここでやったよとか、ここでやりますっていう感じで、はっきりとした期間を示したいですから、基本的に後ろに来るのは、定冠詞の the であったりとか、もしくは、所有格のついた期間を表す名詞が後ろに来ることがほとんどです。つまり、the であれば、during the summer。まあ、この夏の間にとか、もしくは、所有格であれば、during my stay。私の滞在の間に、などといったような形になるわけです。つまりは、the とか所有格が、まあ、ついたような、はっきりとした特定の期間を後ろに置くんだということです。で、これはまた繰り返しになるんですが、とにかく during というのは、何とかしている間という意味で、後ろに ing 形を置くことはできませんでしたね。後ろにこのように ing 形を置いて、何とかしている間にしたいのであれば、while を置くんでした。まあ、以上が during のポイントになります。次に for についてですが、これは先ほどの during のいつするのかということを伝えるイメージとは違って、どのくらいの間、どのくらいの長さ、どのくらいの期間、それをするのかということを言いたいときに使う言葉なんです。ですから、how long、どのくらい長くやるのという疑問にちゃんと答える表現、言葉になってるわけですね。で、どのくらいの長さやるんですかというふうにね、聞かれたときっていうのは、具体的にね、数字を使って答えることとかも多いですよね。ですから、for が何とかの間という意味で使われるときは、後ろに、まあ、具体的な数字を伴った、まあ、期間を表す名詞が来ることが多いです。で、これは、まあ、3日間とかね、3週間とかね、もしくは3年間とか何でもいいんですが、まあ、こういう風にどのくらいの長さするのかということを言えればいいので、先ほどのduringのように、後ろが特定の期間を表す名詞である必要はありません。ですから、まあ、for の後ろにはですね、特定の期間を置くことができるよという風に思ってください。で、この for はですね、完了形の継続、つまりずっとほにゃららしているという意味で使われている完了形と非常に相性がいいんですね。ですから皆さんも、まあ現在完了の文でですね、この for が使われているのをよく目にすると思います。以上が for の重要なポイントになります。以上を踏まえて問題に戻ると、1番は I've lived here。まず現在完了形が使われているのと、さらに後ろには3 years、具体的な数字がついていて、かつ3 years ですから、まあ the も所有格もついてない、つまり特定の期間を表す名詞が来てますよね。ですから答えは for 3 years になります。意味としては、私はまあずっと3年間ここに住んでいるという意味ですね。では2番はどうなるかというと、 I came up with an idea ですから、まずこの came up with、 まあ come up with という表現ですが、これはアイディアなんかを思いつくという意味で使うことができます。ですから私はある考えを思いついたということですね。空欄があって後ろは the meeting、 そのミーティングの間にということですから、これthe がついてますから、後ろは当然、特定の期間を表す名詞が来てるなというふうにわかりますね。ということで答えは、during を入れてあげれば OK です。それぞれ意味を見ていくと、上は3年間とにかくここに住んでいるんだということで、まあ、どのくらいの長さ、つまり how long に答えた文になってますよね。一方2番は、私は考えを思いついたんだ、そのミーティングの間にということは、これはどれぐらい長くというね、how long に答えたいわけじゃなくて、いつそれを思いついたのという when に答えた文章ですよね。ですから during が使われているんだと思えば OK です。ちなみに余談ですが、思いつくというこの come up with の表現とイコールとしてですね、簡単なものでいけば think of、 そしてちょっと難しいですが hit on、という表現もですね、何とかを思いつくという意味で使えますから、ぜひ覚えておいてください。
問題に戻りますが、今回 headquarters という単語が出てきました。これも非常に大事なので覚えておいてほしいんですが、意味としては本社という意味になります。これ本社は一つしかないだろうと思うかもしれないんですが、まあ、S 付きの形でね、本社という意味で使うのでちょっとややこしいですが覚えておいてください。イコールとしてはメインオフィスとかヘッドオフィスも同じような意味で使われると思って OK です。また、まあ、本社とは逆の意味で支社という風に言いたい場合はブランチもしくはブランチオフィスということができますから、これも合わせて覚えておきましょう。ということで、これも文全体を読んで終わりにしましょう。 While I was in India, I visited the PLI headquarters. ということで、私はインドにいる間 PLI の本社を訪れたという意味ですね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.